ク島ダムは、島根県伊志郡伊南町下ク島一級河川、日賀川、水系神戸川に建設された、高さ63メートルの重力式、コンクリートダムで、中国電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、使用発電所に送水し、最大3万6千キロワットの電力を発生する。ダム湖の名は、ク島シ湖である。百五十三年、 発足以来電源開発を急務としていた中国。電力は島根県大地郡三里町に建設していた民図発電所を完成させた。これは中国地方一の大河といわれる豪ノ川本流の下流部にあたる三里町に建設した浜原ダムより取水し、最大2万5000キロワットの電力を発生させるものである。 中国電力はその後の1956年、イ伊一州軍伊南町を流れる神戸川にシ島ダムを完成させた。これに蓄えた水を使用発電所に送水し、最大3万6千キロワットの電力を発生すると、共に発電に使用した水を浜原ダムへと放出することで、民塚発電所の発生電力量を さらに増大させるという、まさに一石二鳥の効果をもたらす事業であった。なお、神戸川はもともとに級河川にして二級水系、神戸川水系の本流であったが、2006年に、日川水系へと編入されている。島根県出雲市中心市街地から神戸川に沿って、国道184号を南下すると、来島ダムに至る。来島ダムは、天馬付近に、 放流のための水門を三本に有し、そこから伸びる、導流路は下へと降りるにつれすぼんでゆく形をしており、まるで高グレダムの外観的特徴を受け継いでいるかのようである。湖畔にはキャンプ場があり、毎年7月から8月までの期間に利用できる。湖には濃い、ヘラブナ、ウナギが住み、釣りも楽しめる。シマダムに蓄えた水は水路を通じて西へと送られ、 JR 3高線、牛尾駅の近くに位置する塩発電所において、発電に使用される。発電所は、河の川に面しており、発電に使用した水は、河の川へと放流している。下流には、浜原ダムがあり、河の川の水に塩発電所からの水も合わせて、民塚発電所に送水している。現在、来島ダムの下流では、質味ダムの建設工事が進められている。 これは、神戸川の治水、離水を目的とする国土交通省直轄の多目的ダムであり、2010年に完成。そんな中、2006年7月に神戸川流域を水害が襲った。被災した住民は、来島ダムの放流が水害の原因であると指摘。島根県は、専門家を交えての委員会を組織し、調査を行った。結果、 当時の放流捜査はあらかじめ定められた捜査規定に則っ,ったものであり違反ではないことが明らかとなった。さらに、来島ダムは治水を目的に建設されたものではないにもかかわらず17日から18日にかけての洪水時において最大200リッター片メートル毎秒続く18日から19日にかけての洪水時において最大70リッター片メートル毎秒の 洪水調節をしたと中国電力は説明した。委員会は中国電力に対し出水時期において、来島ダムの水位を現行より2メートル程度低下して運用すること、放流開始の時期を早めること、放流時の河川周辺パトロールを強化することなどを求めた。ありがとうございます。